なになに？え？おっ、びっくりしたー。え？めちゃくちゃ可愛いんだけど、俺なら、うん、ガブリエルに挑むわ。はい。俺とやんの？うん。ガブリエルが出現。はい、どうも、黒いリンゴのショージです。今日もね、僕はマリアの勇者様。うん、ちょっと噛んだ。続きやっていきます。はい。確か前、なんか楽譜のとこじゃなかったっけ？ねえ、はい。コンティニュー。はい。俺、わかんないんだよね、楽譜。はい、行こう。レッツゴー。これなんだっけ？ドレミファソラシドレまである。これどうなのかな？わかんない。これさ、ヒント見れないの？確か見れたよね。ヒント。はい、楽譜の仕掛け。はい。はい、画面をタップしてください。これ、もう答え？楽譜の仕掛け。以下の順番で球体を調べます。ラッキー、1、2、3、4、5、6、7、8。ちょっと覚えるっけな。1、2、3、4、5、6、7、8。いくぞ。よし。1、2、3、4。あれ、どこだっけ次。どこだっけ、ここだっけ。5。6、7、8。よし、来たおなんか来た。人は必ず死を迎えます。いや、そうだけどさ、ちょっとくしゃみです。はい。しかしそれは決して悲しいことではありません。死を迎えた者は天へと導かれ、あなたのことを。え、なになに？え、おほほ、びっくりした。え、めちゃくちゃ可愛いんだけど、あれ、これ、ん、あれ、お姉ちゃんに似てない？なんか、ん？もうびっくりした。いや、俺 BGM 聞こえてないからさ。はい。うわっ。ん？何その顔。びっくりした？びっくりしたよ。おう。誰君？ん？あら。もしかして私のことを警戒してる？してます。はい。あなた誰？もうなんか悪魔みたいじゃん。もう、このその耳みたいな、黒い耳みたいな。はい。大丈夫よ。私はあなたの敵ではないわ。どちらかというと味方かしらね。何それ？え、ガブリエルなの？私の名前はガブリエル。この世界の住人よ。あなたはマリアをサタンから救い出そうとしてるんでしょ？そうです。何してんだよ。なんか急に選択肢来たんだけど。はい、正直に。でもあなた一人でサタンを倒せるのかしらね。どこからどう見ても弱々のアマちゃんじゃない？めちゃくちゃ喋るな、ね、君、ガブリエルちゃん。はい。そんなんじゃサタンの元にたどり着く前にゲームオーバーよ。めちゃくちゃ喋る。毒説。はい。そこでそんなあなたをサポートする役目が私なわけ。嬉しいかしら。はい、嬉しいです。可愛い答え関係だから。はい。はい、まあそんなそんなに固くならないで。まずは私に聞きたいことがあったら教えてあげる。でも私意地悪だから全部は教えてあげない。何何それ。うふマリアを助けるためには。マリアを助けるために必要なのは知恵と力と勇気、そして決して諦めない心よ。最初に言われたやつだね。この世界にはたくさんのギミックが仕組まれているから、それをあなたの知恵で突破しなさい。そしてサタンを倒すにはあなた自身が強くなる必要があるわ。もしもっと強くなりたいと思ったら私のところに来なさい。はい、行きます。はい。私が鍛えてあげるから。マップ上に立っているガブリエルに話しかけると戦闘訓練を受けることができます。へえ。戦闘訓練ではガブリエルが生み出す訓練用の悪魔と戦闘して、レベルを上げることができます。はい。レベルを上げることで新しいスキルを習得したり、パラメーターがあり、強い門番を倒せるようになります。おお。
またそれだけでなく HP が上がることにより使い魔からの攻撃に耐えやすくなります。はい。レベルは謎解き、ギミックを解いたり、この世界に隠された経験値の石を見つけることで上がることもできます。はい。装備について、装備は、装備、何はまちゃんなことを言ってる、言ってるのよ。装備なんかに頼らないで自分の力でマリアを助け出しなさい。そういう感じ。装備ないんだこれ。うん、うん、はい。あなたにはせいぜいおもちゃの剣がお似合いよ。めちゃくちゃ喋る。すごい喋る。この世界について、あら、やっぱり気になる。でも教えてあげない。何それ。は、教えんじゃないの。はい。悪魔について、この世界には悪魔が存在するわ。あなたは邪神サタンの手下で、ん、あなたはじゃない、悪魔は邪神サタンの手下で、あなたの行く手を邪魔してくるわ。そして悪魔には大きく分けると、使い魔と門番の2種類がいるの。使い魔はサタンが魔法で生み出した魔法悪魔で、あなたを見つけると攻撃してくるやつが多いわね。そして厄介なことに、サタンの特殊な魔法がかけられていて、攻撃で倒すことができないの。倒すには本体のサタンを倒す必要があるわ。だから攻撃できないんだね、あの追いかけてくるやつ。はい。門番はサタンを守る悪魔よ。道の途中で居座って、あなたがサタンに近づくことを邪魔してくるわ。門番は戦闘で倒すことができるの。あなたがそれだけ強ければね。はい、質問やめます。はい、さよなら。あ、最後に一つだけ。ヨシアはレベル1の回復魔法を覚えた。お、最高、ありがとう。あなたに回復魔法を覚えさせたわ。これで戦闘中に自分の体力や状態異常を回復できるようになるわ。そして回復魔法はあなたのレベルが上がると、より強い回復魔法を習得することができるわ。ただし、え、何、何、この魔法が使えるのは戦闘中だけ。ああ、そういうことね。じゃあフィールドでは使えないんだ。マップでは使えないから気をつけてね。なんで、え、どうしてマップでは使えないかって。うん、そうだよ。だってそんなことをしたらぬるゲーになっちゃうでしょ。はい、そうです。はい、あなたの言う通りです。はい。ん、何これ。それじゃせいぜい頑張りなさい。奥の扉の鍵は開けておくわね。ガブリエルはそう言い残し去ってしまった。もう500の経験値を手に入れた。もうレベルアップ。もう体力1000ぐらいになってるじゃん。はい。じゃあちょっとレベル上げするか。ここで流れる音楽、とても心地よくて好きなの。はい。戦闘に負けてもゲームオーバーになりません。はい。え、何これ、ガブリエルに挑むためよ。負けた、または逃げた場合、HP が1になります。え。まあ、俺なら、うん、ガブリエルに挑むわ。はい。俺とやんの？うん。ガブリエルが出現。ん？ダークネス、ダークネス、うん、やっぱ、何この女の子。ガブリエル強すぎ。え？やれやれ。私に勝てるわけないでしょ。は？絶対倒してやる。はい。だって私、え、この世界で最強だから。え？そうなの？もういい、ちょ、じゃあ、体力回復してきます。回復する。よし、行くか。じゃあちょっとレベル上げします。はい。しょうがね、やってやるわ。はい。広告を見て戦闘の経験値を3倍にしますか。はい、します。はい、画面をタップしてください。はい。うん、雑魚そうだね。うん、ファイヤーバードが出現。うん、テディベアレベル1が出現。はい、はい。うん、雑魚でしょ君ら。どうせファイヤーバード、ウォーターでしょ。うん、ウェーブ。はい、さよなら。おしまい。さよなら、バイバイ。はい、はい、よい。ついつい、なんか一発で倒せると思ったんだけど。もう一回やるか。はい、ウェーブ、ウェーブ、ウェーブ。はい、はい、終わり。これ TP って何？強くね？普通に強くね？は？必殺は、ワイ、敵全、あ、ワイドスラッシュ、ワイドスラッシュ。はい、ザゴ。うん。まだ生きてる。普通に攻撃しよう。はい。はい、余裕。攻撃力弱いね、ヨシュア。は？
8000も来たんだけど。最高。はあれレベル17ってやばくね。鉄壁1覚えた。瞬速1覚えた。やば。あ、レベル1。うん、3倍します。ほら、ああ。はい、ザッカオ。はい、終了。え、これ何目の？お、4000。やば。お、19、よし。はい。まあ、そろそろ行くか。とりあえず。はい、行こう。うん、レッツゴー。あ、セーブ、セーブ。うん、なんで戻った？はい。セーブしまーす。おい。え、何このキラキラ光ってんの？は？何かをはめるくぼみがある。何これ、は、何かをはめるくぼみがある。はい、経験値の石、うん、300少なく感じるわ。はい、経験値の石。はい、でこっち行く。来てる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 。これは残さず食べること。やべ、調べてんのにさ、こいつ動いてくんだけど。残さず食べること、経験値の石。うん、もういいや、それはいいや。はい、え、なんかこれ順番とかある？ちょっと待って、順番とかありそうだな。経験値の石。はい、やべ、来た。ん、扉には鍵がかけられている。扉は青く塗られている。やべ、来た。ちょっと待って、え、奥の部屋の謎解きや。なんかこっちあんの？あ、いけんじゃん。なんかいるんだけど、こいつ絶対やべえやつじゃん。はい、あ、経験値の石。やべ、来た。あ、いや、ああ、とりあえずトマト食べます。はい、うん、パク。俺何全部食べればいいけ。はい、うん、ピーマン。はい、次人参。はい、はい、うん、かぼちゃ。はい、全部食べたよ。これ開いたんでしょ、多分。開いてる。ん、風の魔法書が開いていた。よし、よしは、オンラッキー。風の魔法いくぜ。いや、風の魔法はいいんだけどさ。ん、これ上の何、なんかあんの？これは鏡。やっぱ来た。てかやばい。てか体力やばくね。経験値の一種。やばい、来た。はい。よし、なんでそっち行っちゃうの？おびき寄せて、なんか、左上にさ、なんかあったよね。これ。ん？鏡の裏。やばい。なにこれ、なんだっけこれ。あおふふん。え、なにさっきの髪の裏って何？あ、なにこれ、なにこれ。おっ、あぶな。巨大な氷が浮いてる。え、軽く触ってみる。ん？ん？なに？え、何かが光っているが手が届かない。風魔法を使いますか。はい、うん、こういう便利すぎじゃない？風魔法。小さな鍵を手に入れた。おお。じゃあ、ここ開けるか。扉には鍵がかけられている。あ、小さな鍵。はい。え、これさ。ん？多くの人は手が届かないところにあるものを取ろうとするとき、何かを踏み台になりそうなものを移動させ、それに乗って取ろうとするでしょう。しかし、それは違います。ああ、はい。え、結局、この氷なの？何これ。ワープ、ワープ系。え、めちゃくちゃむずいじゃんこれ。もう適当だよ、適当。あれ、あ、うん、うん、なんか戻ってきた。えい、あ、なんかある。青の鍵。え、なんか、え、青の鍵ってさ、あれだよね、さっきの。やばい、経験値ないし。やべ、そっち行け。今めちゃくちゃ暴れてんだけど、こいつ。え、なにこれ。あ、経験値の石。あ、経験値の石だ。はい、経験値の石。
そっち行ってください。よし、あっ、何こいつ暴れてんの。あ、戻ってきた。えっ、でもまあいいか。よし、行こう。よし、いけ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 、青の鍵。よし、えい、レベルアップ。ん、何これ、レバーが見えるが手が届かない。水魔法を使いますか。え、水魔法を使ってどうすんの。ん、噴水の勢いでレバーが切り替わった。お、線の経験値。よっしゃ、あ、セーブセーブセーブ。えい、あ、こいつ、あ、ボスね、門番。まがまがしいオーラを感じる。悪魔と戦いますか。はい、前ベルゼブブだったから次は何かな。お、イフリート、うん、イフリートが出現。はい、イフリートならさ、ウェーブでしょ。終わりよ。はい、はい、うん、あ、余裕。てかさ、経験値3倍にしとけばよかったかな。まあいいや。はいはい、余裕。はいはいはい、はい、インプザーコ。はい、うん、で、あ、これ鉄壁とか使えばよかったな。まあいいや。ウォーター食らえ。はい、うん、よいよ。はい、ヨシュアの勝利。はい、消えなさいあんた。よし、悪魔は消えて先に進めるようになった。よし、うん、コインを手に入れた。うん、千、何、コインって何。これ何なの結局。何かを、あ、コインか。え、これあと3つあんの。え、回復します。回復回復回復。え、よし、あ、気持ちいい、最高。え、結局これ何、この魔法を使う。あ、あ、これコインかよ。なんだよ。はい、コイン。よし、はい。あと2つどこ？あ、鏡の裏か、やっぱ。でもさ、あれ、何、どういうこと？奥の部屋の謎解き、ヒント見ます。はい。画面をタップしてください。え、何これ。は、1 2 3 4 5 6。あ、そういうことか。鏡の裏っていうか鏡を調べるだったの。へえ、はい、多分調べてくんだね。だから順番に調べなきゃいけないよ。まず鏡の裏。いや、で、攻撃されんじゃん。はい、で、あ、なんで出るの。これもう鏡の裏調べちゃダメ。右側の、何だの、右側、白のドレス。槍の収納ケース、はい、プレゼントの中。コイン、いやー、こいつうっせ。うん、よし、オッケー。で、コインをはめる。よし、次。え、いや、鉄格子の開け方はいいよ。いや、一応セーブしよっか。また死んだらちょっとやっかいだから。はい、あ、こっちのワープの扉の鍵の開け方。これワープさ、これ行ってないよね、確か。あ、行ったか。やっちゃったな。あ、危ない。ちょっと待って、ちょっと、これじゃない、戻ってない。うん、こっちだっけ。行ってないわ。よし、えい。あ、来た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 。セーブしまーす。ほい、回復しよっか。これ何よ、このレバー。ん？
なんこれ、ん？戻れんのかな。まあいいや。まがましいオーラを感じる。はい、はい、ただいます。はい、かかってこい。はい、まずトールイーター、コカビエル。はい。これ、何の魔法効くんだこいつら。とりあえずフレームやっとくか。フレーム。なんか風属性だこいつら。緑っぽいし。もう土魔法とか持ってないよね。はい。フレーム。はい。フレームで終わりです。はい。はい、さよなら。うん。次。はい。で、ファイヤー。ファイヤー。ファイヤー。はい。はい、さよなら、ザコ。はい。ロシアの勝利。2500の経験値獲得。で、コインか。よし。コインゲット。悪魔は消えて先に進めるようになった。はい、コイン手に入れた。よし。これは？はい。じゃあ行くか。これ戻るんでしょ、多分。はい、よし。やっぱりね。よし。オッケー。何かをはめる。はい、コイン。で、開くでしょ？うん、3000の経験値を手に入れた。よし。セーブ、セーブ。セーブしないとさ、何かあるか分かんないからさ。またお前。またですか、まんましいオーラ。悪魔と戦いました。はい。経験値 3倍にしとけばよかった。ヘクトスライム、デビルノーム。デビルノーム。これ、あれだ。ノームだから土だから、多分、風。トルネード。はい。はい。うん。ああ、そんな汚い、汚い。なんでこれ？お、やっぱ。いや、いい。関係ねえ。トルネードだ。はい、はい、はい。強っ。まあいいか。もう一発で死ぬんじゃない？よし。はい。はい。ウーストーン。いや。はい、いけるいける。ウィンドウ。ウィンドウ。はい、さよなら。うん、結構ご利用しでいけるね、これ。うん。7500。もう、レベル24。よし。はい、消えて。うん、邪魔。はい。はい、余裕。悪魔は消えて先に進めるようになった。ん？なになになに？なんか暗いんだけど。あ、海藻？あ、切った。かわいい。なんだっけ、マリアちゃん。マリアちゃん。はい。ねんねんねん。かわいい。最高。ん？お姉ちゃんは武器屋の店主として仕事をしている。ん？やばくね？すごいね。もともとこのお店はお父さんとお母さんのお店だった。しかし、二人が亡くなってから、お姉ちゃんが一人でこのお店で経営しているらしい。運営しているらしい。はい。何したの？うん、マリアちゃんかわいい。ん？何？あら、どうしたの？ずっと剣を見つめて。君のことを見つめてるね。はい。え？この剣が欲しいの？はい。いや、君が欲しいです。はい。ダメ。これはとても危ないものなのよ。へぇ。君が欲しいんだよ。うん。え？この剣で勇者みたいになりたい？そっか。確かに、この年頃の男の子は、こういう剣とかに憧れたりするのも普通よね。いや、剣かっこいいもんね。俺も銃よりだったら剣の方好きかな。剣士とか。うん。そうだ。いいこと思いついたわ。何？何？いいことって。おぉ。じゃじゃーん。かわいい。最高。何？勇者のおもちゃ。勇者の剣。かっこおもちゃ。これなら危なくないし、ヨシアも勇者みたいになれるわよ。どう？かっこいいでしょ。本物がいいんですよ、男は。え？おもちゃは嫌なの？はい、そうです。だって本物はとても危ないのよ。怪我したら大変でしょ？はい。困ったわね。本物の剣欲しいわ、勇者の剣よ。はい。わかったわ。じゃあ、この問題に正解できたら、剣を一本プレゼントしてもいいわよ。なになに？では、問題です。勇者はどうして勇者なのでしょうか？ん？勇者はどうして勇者なのでしょうか？うん、それは勇気あるものだからだよ。はい。そして、勇者に求められる強さとは何でしょうか？
ああ、うん、勇気あるもの、最強の力だ。うん、勇者は強い武器を持っているから勇者？違う違う。世界を救ったから勇者？違う違う。勇者として生まれたから勇者？あ、そうです。はい。残念ながら、残念ながらこれは全部外れ。この問題の答えが本当の意味で分かったとき、勇者はきっと剣を持って悪と戦う勇者に値する人になっているわ。頑張って考えてね。はい。んで、あなたを手に入れます、マリアちゃん。はい。はい。ん？何が、ん？急に神社来たんだけど。あ、どういうこと？まあいいや、今回は、なんか右上になんかいない？はい。まあ今回はここまでするわ。はい。セーブ。よし。面白いね。うん、最高だな。マリアちゃんとガブリエル。かわいい、最高。じゃあ次回この続きからやっていきます。よかったら高評価、チャンネル登録よろしく。じゃあバイビー。